スト雷吾さんのスプーンを操る超集中力から集中力の鍛え方をご紹介します。集中力の鍛え方をご紹介します。集中力を鍛える方法とは、集中力を鍛える方法とは、ビルパワーを増やす3つのエンジン。ビルパワーを増やす3つのエンジン。行動を習慣化してビルパワーを節約。今回ご紹介したトレーニングで超集中力を自分のものにし、今回ご紹介したトレーニングで超集中力を自分のものにし、人生の密度を高めることに挑戦してみてください。人生を密度を高めることに挑戦してみてください。皆さんこんにちは、白木奈々です。今回ご紹介する本は、こちらメンタリストライゴさんの自分を操る超集中力です。メンタリストライゴさんの自分を操る超集中力。私は最近夏休みに入ったんですが、夏休みに英語の勉強しようかなと思ってて、集中力の虚しさがすごく際立っていたので、どんなふうに集中力を上げることができるのか気になります。今回はこの自分を操る超集中力の要約文を朗読させていただきます。よろしくお願いいたします。最近働き方改革が欲張れ、少しずつ残業は悪という風潮が広がっています。とは言っても仕事の量が減るわけではないので、ビジネスパーソンはより短い時間でより多くの仕事をこなせるようになることが求められます。そんな時代だからこそ、時間帯効果を最大限にアップさせるために、集中力を鍛えることが大切になっています。今回はメンタリスト DAIGO さんの自分を操る超集中力から集中力の鍛え方をご紹介します。集中力を鍛える方法とは、集中力は持って生まれた才能で、今さら身につけるのは無理だと思う。持っている方も多いかもしれませんが、それは大間違い。DAIGO さんはあなたの集中力はトレーニングによって力はトレーニングによってさらに強化することができると述べています。幸いにも現在は多くの優秀な科学者たちが集中力に関する研究結果を発表しているので、これらを参考にすることで科学的根拠にのっとった効果的なトレーニング科学的根拠にのっとった効果的なトレーニングを実践することができます。